なんか何なんかオープン今から始めますみたいなやつね。津田奈由子です的な。津田奈由子です。よろしくお願いします。いつもそういう始まり。え、こんなんでしたよ。あ、そう。うん、じゃじゃん。30代コンビでですね、健康になろうというコーナーでして、青汁です。今日は。最近もうさ、こういうのないとダメじゃない？サタデースムージーファクトリーさんでなんか木金土しかやってないお店で、今日私ねコントルノっていうの飲もうかな。うん。うん、おいしい。野菜食べてるみたいなんで、やっぱこの社内トークのコーナーはいつも富山県のなんかをね紹介してるんですよ。うん、じゃじゃん、香ばし白エビ味。カルビ、そんな富山県ごひいきにしてくれたん？全国のファミマ限定。すごいぜ。そもそも片揚げポテト結構美味しい。美味しいよね。いつもあの黒胡椒食べちゃう。酒飲む人すぐ黒胡椒食べるから白エビの香り強。やばい。何がやばい？めちゃくちゃうまい。あ、いい香りするよね。あ、うま。いただきます。これめっちゃ美味しくない？めっちゃうまい。びっくりした。え、すごい美味しいやん。粉末の白エビは富山県産 100% ですよって。普通さ、写真と味違ったりするじゃん、イメージ通り。これ富山県民じゃなくても食べてほしいよね、うん、皆さんファミマに寄ってください。これを食べながら、スムージーを飲みながら、飲みながら、今回のテーマは最近の津田さんの活動について。イエーイ。 YouTube 撮影あんまできないじゃん。平日もう無理じゃん。土日もなんか入れてるじゃん、イベント何やってんの。伊水でお店なんかやってませんでした？クロスベイ新港っていうところがあって、伊水の食材を使ったり伊水の方とコラボしたりしてなんかイベントするっていうのが最近のルーティン。それは伊水市から頼まれてやってる？自らなんかやってんの？うん、何それ。一番直近のは、うん、伊水の黒川にある不浄花園っていうお茶があって、うん、抹茶パフェとか出しとるんよ。パフェを売りたいですって言ってパフェセットを納品してもらって、うん、パフェみたいなのをしとったん。ドリンクは伊水出身の、うん、稲垣康人さんが写真展されとって、新港の内側の写真をイメージしたドリンクをバンヤカフェさんっていう新港のカフェに作り方聞いてやった。ドリンクでさ、カターレもなんかやってますやん。何あれ。あれはあれ何、ANA クロンプラザホテルさんと一緒にドリンク作りたいって言って、うん、さっきのイベントは伊水 PR 大使としてなんかやってる。で、カターレは何、うん、何なの。ホビー。ホビー、何ホビー。カターレ女子とか言ってない。カターレのイベントでも喋ってない。あれ何なの。あれ何。なんか応援しすぎて、応援しすぎて前で喋ってください。末端会員なんだけど一生懸命応援してるよみたいな。ドリンク作ったのも津田さんとアナの方、 ANA の方にこういうイメージでこんなドリンク作りたいって言ってお願いした。販売してた、した、販売した、販売した。スタジアムグルメに ANA さんが出店しとるから、うん、そこで出した。カターレの試合の時は大体応援行って、そもそも平日働いてるやん、 OL、はい、土日は伊水 PR 大使のとカターレの応援とかで潰れて、うん、あと何されてます？元町トレーニングただのジム。あとね、あとね、そうそうそう、新川ドットコイっていう団体があって、新川っていうのは富山県の東の方。その団体の方から新川の PR する動画をお願いしたいって依頼をいただきました、うんうん、はいはい。それはうなずき女子化プロジェクトの中ってこと？津田奈由子。津田奈由子ね。よくわからんね。うな女、伊水 PR 大使、はい、カターレ女子、カターレ大好き女子、新川。あ、それは、あ、単純に津田奈由子としてそうそう、 お願いされてるだけ。そうそうそう、それも月1とか3月末までに10本、あとスキー場の次年度の企画。あ、もうやってんの。それはうな女としての活動。あとはちょこちょこあるんが JC とかのイベントの依頼とかもありの、喋ってくださいっていう依頼もあるし、イベントするから審査員、あとうな女賞を作りたいですとか。あと服作ってませんでした？あ、服作った。何なのどうなりたいの。うな女ブランド作った。前からちょこちょこグッズはあったんだけど、うん、あー、螺鈿とかね。黒部に服屋さんがで、そこのセレクトショップは藍染めをしてくれるところで、オーダーメイドで作ってくれるんね、うん、名水仕込みみたいな書いてなかった。 それは今富山の遊び場のベースで買える、買えます。でも本当に1枚ずつ作ってるから受注生産だから、1週間半から2週間ぐらい手元に届くまではちょっと時間かかるけど、うん、何でもできます。今さ、津田さんがモデルになってるやんか。メンズもあんの？メンズも。あ、そうなんやん。そう、メンズモデルみたいなのないの？津田だけを見てメンズも買わないといけない。着てみたらわかる。あとテレビ出てません？あれ何なの？依頼があれば書いといて。依頼があれば何でもしますね。いろんなんで出るね。やっぱさ、いろんな活動しとって思うけど、うん、同じことしとったら同じ人にしかリーチせんのよね。富山の遊び場の YouTube を続けるのはすごい大事だけど、同じ視聴者にリーチする、それはもちろんいいことだし、でも世の中にもっといろんな人がおって、一人でも多くの人に富山知ってもらいたいと思ったら、新聞もそうだし、テレビもそうだし、 SNS もそうだし、あとイベントとかして自分が赴くのもそう
そうだし、うん、やられること全部やらんにゃん。みんなのヒットするポイントって一人一人枠違うからさ、うん、あの YouTube だけ見る人もいるし、テレビだけ見る人もいるし、逆に新聞だけとかね、うん、そういうの見なくてイベントだけ行く人もいるしね、うん、少しでも多くの人にしてほしいから、富山のいいところを伝えようとするときにリーチできるやんって思う。私がトロッコいいですって言ったら、もしかしたら一人でもトロッコ乗りに行ってくれるかもしれんし、幅広い年代って感じ。新聞はやっぱ年配でしょ、テレビもまあ50代が平均、 YouTube も今3、40代で10代よな。それで TikTok やったんだ。あなたがやってって、あなたがやってって言ったんでしょ。 TikTok さ、前佐田さん駅前でご飯食べてたら、高校生ぐらい、うん、TikTok で見ましたって言われたらしいよ。TikTok って言われたらしいよ。 YouTube とかじゃなくて TikTok で見ましたって言われて、うん、おーと思った。そこよね。もう土日そんぐらい。プライベートなくない？プライベート、あ、これプライベートに撮影してるって感じ。あー、だからその合間に富山の遊び場の撮影が入ってるって感じかな。そんな優先順位高くないもんね。遊び場おそらく、うん、怒った？いや怒ってないよ。佐田さんもそうだし、佐田さんもテレビとかの仕事ないところに入れてるって言ってたから、うん、津田さんもっと少ないよね、空いてる日が。だって言ってこないじゃん、いつ空いてますかとか。空いてます、午前中とか。忙しくないの？聞いた方がいい、うん、ごめんなさい忙しいよ、ね、そんな忙しくないよ。い、詰めてるよね。今日は3時まで撮影って言って、それが衝撃やった。1日空いてんのかなと思って、俺の中のスケジュールで組んだら、いやもう今日3時までだからっつって、3時なの？間に合うかな？だって次の仕事は詰めるね、いつも詰めるよね。うなずき行ってももうすぐ帰るし。トロッコやろ今日はね、フリーペーパー、あ、富山情報さん、おー出るね、リーチしてかんにゃ、リーチするね。まとめです。あ、美味しかったですね、これ。美味しかった。これ絶対買った方がいい、ね、いや、これはマジでうまい。スムージーも健康ならなんね、やっぱり。これポテチで不健康って、ね、ポテチは何、健康じゃない、健康と不健康。これ美味しかった、めっちゃ美味しかった。表裏一体。もうお店の人ね、うな女さんですか、あー、もう綺麗綺麗って言ってた。絶対嬉しい芸能人でテレビで聞くやつよね。あ、実際あったらめっちゃ綺麗。 でもさ、なんかアプリとか使ってさ、あ、ほんとほどとかって言われるより良くない？いや、でも綺麗。須田さんに関しては言っても、あーあーみたいなリアクションだから、あ、ダメなのよこの人と思ってさ、言わんのやけどさ、あ、響かんなと思って。確かにさくらさんのそれは響かんね。なんでよ、響いてないもん。いや綺麗ですよ。あ、そう、対応が冷たいからさ、津田さんといると誰か他の人が、あ、津田さんやっぱ綺麗ですね綺麗ですねみたいな、よく言ってるからめっちゃ言われとるなと思って。あれじゃない、知っとる店行くからじゃない。津田さんといると結構喋りかけられる、接しやすいから。私のこと知らんおじさんとかでもさ、なんか話しかけられる。モテオーラ、モテオーラ。でもね、実際そもそも綺麗ですからね、言われるよね。ライブ配信とかもなんでこの人すっぴんでわざわざやるやるって。終わったらすぐ寝れるからね。あ、そうだ。そのさらけ出してる感も親近感湧くかもね。じゃあ今日の津田さんが可愛かったと思った人はぜひコメントください。そして津田さんが作った、津田さんが作ったわけじゃないか、あのアパレル、概要欄にリンクがあるんで、ぜひ津田さん可愛いと思った人は買ってくださいじゃあ知ってほしいから、黒部にこういうお店があるってことも知ってほしいからやっとる。結局地域貢献ですもんね、うん、全て。そう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 、素晴らしい。よくやるね。欲しくなったら買ってということで、また富山の新商品が出るたびに社内トーク始まります。じゃあ誘うね、いつ暇か。社内トークだったら昼休みとか取れるから。昼休み飯食えよなんか仕事したい。ひどい時昼に一本撮影とかしてサボーレとか。普通のサラリーマン普通にもう寝たい。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、台本ですね。はいはいはい。よう働けんね、それ一日。